どうも皆様、お世話になっております。ヨメリーナです。今回15年ぶりにオカリナを吹いてみました。しかし久しぶりすぎて吹き方を学びにオカリナ塾へ参加してみました。本日のお題はハマチドリです。講師は下原陸人先生です。 YouTube のオカリナ塾を初体験したいと思います。ではレッツゴーカンターレ。吹いてる気分になれるし、できてる気分になれるし、吹きこなせた感が自分でできるのでいいと思います。動画なら何回も何回も見返して自分の苦手なところを練習できるので、そういう意味でやっぱり私は動画の方がいいと思います。やっぱり人と人なので、先生と生徒でも人と人なので、合う合わないがあるので、そういうふうにいろんな先生がいらっしゃると、その自分で選べるわけですよね、先生を。最初のどの入りを優しくゆっくり入ることと、最初の1、2、3、5小節は盛り上がるように山のように吹く。でその後の1、2、3、4小節は谷のように吹く。多分気をつけて先生の指導通り吹くので、それなりに聞こえるのかなって思います。ただ譜面通り吹くより。吹きこなせた感が自分でできるのでいいと思います。